トマス・メヒアス・オソリオ、トーマス・メイヒーアス・オソリオ、1989年1月30日帯は、スペイン・マドリード出身のサッカー選手。アンカラス・スポル所属。ポジションは GK。2001年、12歳で、レアル・マドリードのカンテーラーに入団。2007年からは、レアル・マドリード C でプレーを始めるとともに、2007から08シーズンには、レアル・マドリード・カスティジャで、 セグンダ・ディビジオン B の試合に5試合出場した。2011年5月10日のヘタフェ CF 戦でアントニオ・アダンとの交代で後半85分から出場しトップチームデビューを果たした。シーズン終了後のアメリカ遠征にもトップチームと共に参加した。2013から14シーズン冬の移籍期間にチャンピオンシップのミドルズブライ C に シーズン終了まで期限付き移籍することで合意していたが移籍期間終了後の2014年2月12日に移籍が承認されジョゼモーリーニョ監督時代にレアルマドリードでスポーティングディレクターを務めていたアイトールカランカと再会した同年7月4日には2年契約で完全移籍となる加入後は2試合の出場に止まり2020年夏には マーカス・ベッティネ・リガ加入。同年9月11日、リーガ1の FC リナモブ・カレストへシーズンローンとなることが発表された。2021年1月14日、ボロとの契約を解除して EFF1、リグのアンカラスポルへ加入する。2009年に開催された地中海競技大会に U-20 スペイン代表として招集され、全4試合に先発出場して、 金メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。